あれがすごいコール&レスポンスじゃないね、あのミックスコール感、なんだっけあれです声がすごいなんかやっぱお外だからね、なんだろう、ライブハウス、いやライブハウスで声が出てるのもすごいんですけど、やっぱ壁があるわけですよ。だからまあ反響して帰ってくるから、まあ、聞こえるわけじゃないですか。ここってね、壁がないんですよ。なのにみんなの声が、あの音源バリバリの私まで届くってことはすごい、頑張ったすごいみんなに拍手はい、先ほどの歌はですね、ニューワールド君と僕が作る世界という私のオリジナル曲になっております。サインの方なんだけど、全国的に活動されている別府先生という方に作曲していただいて、作詞藤崎がしました。で、次歌う曲はね、あのみんなの声を褒めておきながら、ちょっとコールじゃないしっとりしたオリジナル曲を歌うんですけど、なんだっけ、あ、そう、その曲も作曲は別府先生、作詞は藤崎がやってます。よかったらゆったり、まあ今日はフェスでたくさん声出すと思うんで、この1曲をゆったり聴いてください。聴いてください、パズル。
こんにちは。こんにちはじゃない、あのあれです、パズルの恒例授業です。あのキングから始まり、だんだんね、あのみんなが受け継いできてる伝統芸能なんです。よかったら真似してみてください。だいたいどのパズルの動画見ても誰かが言ってます。だいたいキングが言ってます。最初俺が生まれてきた理由だったけど、だんだん俺らにシフトチェンジしてくれたし。そう、パズル歴史を見てみるのも良いんじゃないかと。そして再生回数を増やすという魂胆でございます。はい、そんな感じで。あれですね、今日は島根だんだんハッピーフェスですね。みんな来てほしないということで、みんな来てほしなってありがとうございます。あ、これ最初に言ったかもしれん、ありがとうございます。いや、あのあれなんですよ、私、まあ、藤崎春菜で今出させてもらってるんですけど、この後ね、枠でチーム出張ダンサーズビートネオがあるんですけど、出張ダンサーズビートネオです。いや、デリバリーされてきたよ。みんな全員こんにちはしてきたよ。で、なんかね、あ、すいません、歌の人なのに申し訳ないけどね、あの入らせてもらったんですよ、今回も。どうって言って、まあ私の次の出番なんでね、よかったらダンスの方も見てほしいなっていう藤崎がいるなって思う。はい、そんな感じで。あれです。で、まあ急にね、踊っちゃったら朝だし、体温まってなきゃやばいなって思って、歌いながら踊りたいなって思います。